ちょうどいいところに来たわ。この子ったら迷子みたいなのよ。ほら、泣かないの。大丈夫、私たちがついてるわ。え？だから、お名前を教えてちょうだい。メル。私、メルっていうの。ここには、パパとママと一緒に何日もかけてきたの。でも、壁画のご利益でお金持ちになるんだって。そう言って、パパもママもどこかに行っちゃったの。ねえ、お兄ちゃんお願い。メルのパパとママを。大丈夫よ、安心なさい。私たちがあなたのパパとママを探してきてあげるわ。私は村の方を探すから、遺跡の方を見てきてくれないかしら。いいでしょ。さすが。じゃあ遺跡の方はよろしくね。私も村の方を探したら後を追うから。いや、お前も来たのか。このでかいのが噂の壁画だとよ。確かにこいつはなかなかの迫力だ。でもってそこで笑ってる彼女が俺らに幸福を下さる美女ってわけだ。ふん、ところどころ傷もあるけど思ったより綺麗な絵ね。鍵のように見えますけど、なんだかとても不思議な感じ。あ、もしかしてあれ魔法の鍵じゃない？おいおい、ベロニカ、派手に腹なんか鳴らして。お前そんなに腹ペコなのか。ま、お子様は食べるのが仕事だからね。私じゃないわよ、失礼ね。ふん、ほんと
こそさっきから何よ、壁画の美女なんかに見とれちゃってさ。やれやれ、これだからお子様。お子様じゃない。あんまり怒るとまた腹が鳴っちまうぞ。僕乗ってないってば。だいたい俺は壁画なんかに見とれてねえ。見とれてました。あら、どけ。おお、これが夢にまで見た幸福を与えてくれる壁画の美女。これでこのブブーカ様も大金持ちに。おい、なんだあんたら、俺たちが見てたってのに。ん？はあ？お前たちこそなんだ、さっきから壁画を見てたくせに。壁画のご利益はみんなのものだぞ。そうですとも、独占なんてずるいですぞ。そうよ、今度は私たちが幸せになる番よ。一旦この場からは離れた方が良さそうですね。ここの壁画の人気、甘く見てたわ。ん？どうした？何か言いたそうだな。ほう、両親とはぐれた女の子を見つけてその親を探しているだって。そいつは大変だ。みんなで手分けして探してやらないとな。おーい。もうダメ、こっちは収穫なし。あなたの方は？彼女のご両親どこに行っちゃったのかしら。メルちゃんも一人で心細いだろうし、もう一度彼女に会ってみましょう。観光で、やっぱり遺跡の壁画がお目当てかい？ありゃ、これは失礼。私はこの村で商人やってるボンサックと申します。どうです、観光の記念品から村の特産品までお土産買うならぜひうちで。お値段も勉強させてもらいますよ。ダメ、みんなで探したけどメウちゃん見つからないのよ。あの子どこ行っちゃったのかしら。ん？おや、もしやこの村で人を探してる？いや、ちょうどよかった。あなた方は実に運がいい。あなたは何かご存知なのですか？ええ、知ってますとも。うちの嫁がね。あいつはこの先で宿屋をやってましてね。職業柄か耳が早いのなんの。人の出入りなら何でも知ってる。あの宿に泊まれば迷子だろうが思い人だろうがすぐに見つかりますよ。しかもふかふかのベッドまでついてくる。今後もご贔屓にしてくださるなら初回に限ってなんと宿泊料をタダに。これはもう泊まるしかないですよね。はい、決まり。うちの嫁には伝えておきますので、いつでも好きな時にいらしてくださいな。
ん？あら、誰もいないじゃない。さっきメルちゃんこっちの方に歩いてこなかった？確かに変だな。あの迷子はどこに行ったんだ？ねえ、ちょっとあれ見て。壁画の絵、前に見た時と少し違いませんか？なあ、変なこと言うようだが、ここに書かれてる奴ら、なんとなく昨日の連中に似てないか？ほら、俺らと揉めたブブーカって野郎だよ。確か昨日から宿にも戻ってないって宿の女将が言ってたよな。なんだか嫌な予感がするわ。早くここから出ましょう。いかん、様子がおかしいぞ。ダメ、開かないわ。見て、壁画が。なんだこの奇妙な場所は。夢の中ってわけでもないよな。本当、おかしな感じがしますね。まるで絵の中に入ってしまったよう。おいおい、マジか。ねえ、もしかしてメルちゃんもこの場所に連れてこられてるんじゃないかしら。どの道いつまでもここにいても仕方ないし、探してみましょう。行きましょう。
様パワーアップ。あそこにいるのは例のブブーカってやつじゃないか。おい、あんた、そんなところで何してんだ。皆さんはここに集まって何を。それにこの女性の絵、遺跡の壁画にも描かれていましたが、どなたなのでしょう。どこの誰だか知らないけど、ちょっと自己主張激しすぎじゃない。この美しさがわからぬとは、子供とはいえ愚かよの。どこを見ておる。こちらじゃ愚か者どもよ。おい、みんな見ろ。動きました。ひーふーみふむ、七色か。汚い色ばかりで空いていたところだ。歓迎するぞ、ようこそ我が世界へ。特にお前、お前は他の者とは違うな。なかなか良い色になりそうだ。先だってわらわに魅了された者ども同様、残らず吸収し、わらわの美を支える一部としてくれよう。お前が吸収だと。おい、そりゃどういうことだ。どのような色になるか楽しみにしているぞ。あ、いけません。皆さん待ってください。危険な匂いがプンプンするわ。
早くメルちゃんを見つけてここから出た方が良さそうね。
よ。もう選ばれ。とても嫌な感じがします。こっちにも来るぞ。
もしやこやつらの餌とするためにあの者たちがわしらをこの世界に引きずり込んだというのか。気をつけて。おい、あっちだ。壊されてるみたいだけど。どうやらこの壁画を発見した人が残したもののようですわ。私が偶然にも村のそばで発見した数百年前に滅亡した古代プアチャット王国の不思議な壁画。これで人も集まり村も栄えるはずだった。しかしそれは大きな過ちだった。壁画は邪悪に呪われていたのだ。壁画は人間の命を自らの糧とするため人々の欲望を不思議な力で叶え惑わし、その御利益にあやかろうとする者を吸収する。また欲深くない者の前には少女の姿で現れ人の善意につけ入って欺き壁画の中に引きずり込むのだ。少女の姿、それってメルちゃんのこと？つまり俺らはまんまと罠にはめられたってことか。行きましょう、早くここから出なきゃ。外の壁画についていた傷じゃないでしょうか。きっとそうに違いないわ。だったらここから外に出られるかも。考えてる時間もなさそうだな。さあ行くぜ。あ、いたたたた、全員無事かしら。ええ、なんとか。どうやら戻ってこられたみたいね。この壁画の恐ろしい真相を早く皆さんに知らせなくては。村に戻りましょう。見てあそこ。おじいちゃん、おじいちゃん。なになに？この村のね。壁画の噂を耳にし旅のついでに立ち寄っては見たが、おじいちゃん、それは本当なのかの？嘘じゃな
あの壁画を見たら私の病気すぐに治っちゃったんだ。壁画のご利益でおじいちゃんも絶対元気になれるよ。おお、なるほど。こりゃ行ってみるしかないの。ありがとうよ、お嬢ちゃん。あら、それで元気になるのはあのおじいさんじゃなく、お腹を満たした壁画の方じゃないかしら。嘘、どうしてここに。私の可愛い触手たちが取り逃がしたというの。あなたが言葉巧みに人々を誘導して皆さんを壁画に閉じ込めていたんですね。お願いします、もうこんなことはやめて、壁画の中に囚われている皆さんを解放してください。あんたの正体はもうバレてんのよ。おとなしく降参しなさい。獲物を解放しろだと。調子に乗るでないぞ、たかが塗料風情が。この素晴らしき力は愛しきあの方よりいただいたもの。人間ごときに指図される覚えはないわ。不服があるなら我が世界に来るがいい。今度はわらわ自ら歓迎し、綺麗に丸飲みにしてやろう。待て、あの方とは一体。みんな壁画に向かいましょう。これ以上あいつの好きにさせてたまるもんですか。
よし。始めましょう。ですね。Come on!
大勝利。Thank you.
嬉しいわ。What?